も肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編前編です。それでは開封編スタート。まずはじめにフランス産ブレッツチップスミックスボックスレッド 25g18 袋入り、お値段が1868円でした。1袋あたり104円です。賞味期限は買った日から10ヶ月間ぐらいありました。ブレッツさんからのバラエティボックスの新商品です。前回販売されてたのはこんな感じのパッケージで、カマンベールチーズ、塩バター、ゲランド海塩でした。でこちらの商品コストコオンラインショップでも売られてます。お値段は2098円なので230円ほど高いです。商品の特徴、3種類の味、アイオリ、ハニーマスタード、チェダー&オニオン、各6袋入り、フランス産じゃがいも使用、 100% ひまわり油使用、グルテンフリー、防腐剤なし、 MSG の追加なし。商品の詳細こんな感じで書かれてます。今回入ってる3種類の味の中で多分ハニーマスタード味、私食べたことないと思います。以前販売されてましたっけ。おー、これぐらいの量でアソートパックで食べやすいのは私的には魅力的に感じます。カラーパッケージなのでシェアもしやすいです。今回私食べたことないと思うハニーマスタード食べていきたいと思います。封を開けた瞬間、酸っぱムーチョまではいかないんですが、そんなような香りを感じました。いただきます。うん、美味しい。私好きな味です。味はハニー感。最初にちょびっとだけ甘さがあって、マスタードの味強めでした。私酸味好きなので、後味に来る強い酸味と、ちょっとしたピリッと感があって良かったです。ポテトチップス自体はいつものブレッツさんらしい厚みのあるポテチで食べ応えがあり美味しかったです。3種類食べてみましたが、どれもやっぱり美味しかったです。ただ1袋あたり104円と考えるとちょっとお高くは感じますが、なかなか味わえない味なので買うのはありなのかなと思います。私はリピートあり。ちなみにアイオリはガーリックが強め、チェダーはチェダーのチーズの味が強めです。どれも美味しかった。続いてミニピタブレッド10個入り、お値段が998円でした。1個あたり100円です。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。以前販売されてたものはちょっと大きめに感じたので、このくらいのミニサイズ感ちょうどいいかも。焼き色が良く見た目がいいですね。大きさは直径 10.5 センチ、厚み2センチほどありました。半分に切ってみるとこんな感じで結構厚みはあります。中に具材を入れても破れにくそうです。今回はそのままで食べるのとチーズをのせたバージョンで食べたいなと思ってます。そして今回はこの前買ったチルドタイプのチャンピオンカレーつけていただきます。いただきます。どれを食べても美味しすぎる。食感はもちもちしてて食べ応えがあり、ナンのようにして食べられます。パン自体に香辛料なんかはついてないので、シンプルなパンですが、すごく食べやすいです。1個あたり100円という価格はコストコの中のパンで言うとちょっとお高めな金額ですが、食べやすくて満足感はあるので、私はリピートあり。野菜を入れるのもいいと思うんですけど、チーズパンすごく美味しかった。これは何枚もいけちゃう。続いてゴルゴンゾーラニョッキ 100g あたり172円 1392g 入ってて2394円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。ニョッキシリーズといえば、以前にリコッタチキンニョッキというのが販売されてました。今回はゴルゴンゾーラ、ちょっと癖ありそうです。店頭にはこんな感じで書かれてました。コストコ特製もちもち食感のニョッキをどうぞ。ゴルゴンゾーラ、サワークリーム、パルメザンが入ったまろやかなソースは、食べやすく優しい味わい。たっぷり入ったそら豆、枝豆の食感がアクセントですと書かれてます。では開けていきましょう。オープン。普段の色合いとは違く白と緑なので爽やかっぽく感じます。モッツァレラチーズが所々入ってて、ソースをまとったニョッキがたっぷり入ってます。枝豆とそら豆がすごいたっぷりです。エアフライヤーで調理してきます。エアフライヤーで焼いてきました。チーズの香りがして美味しそうです。いただきます。美味しい。ゴルゴンゾーラのチーズの癖がどれぐらいするのかなと思ったんですけど、少し香る程度で全然気にせず食べられました。サワークリームとゴルゴンゾーラが相まって、コクがある中でもすごくさっぱりとしたソースでした。ソースはチーズソースというよりかはサラサラなソースみたいです。そして具材がそら豆と枝豆ですごいさっぱり食べられ、ニョッキはもちもちで最高です。食べてみてすごく美味しかったです。普段こういう系の具材というとチキンが入ってるイメージが多いんですけど、枝豆とそら豆がすごく良かったです。100g あたり172円という価格で5人前ぐらい取れそうなので、普段味わえない味が楽しめるのはいいのかなと思いました。すごく美味しかったのでリピートあり。今までで一番さっぱりしてて万人受けしそう。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でハズレっていう商品はなかったです。どれも美味しくいただけました。気になる商品あったらぜひチェックしてみてください。今回のオフショットは一蘭ラーメン食べていきたいと思います。私は一蘭ラーメン食べたことないんですけど、豚骨ラーメンということですごく美味しそうです。豚骨ラーメンというと味仙ラーメンが一番のお気に入りです。今回は5食入り。この商品は結構ドン・キホーテだったりいろいろな場所で販売されてるみたいです。若干安いぐらいですかね。赤い秘伝の粉付き、この味噌ですかね。中はスープ、麺、秘伝の粉が入ってたんですけど、麺が個包装ではないですね。ちょっとそこが残念。でもパッケージ本当に一蘭っぽい。こんな感じで完成です。とっても美味しそう。赤い秘伝の粉は辛いみたいなので、ちょっとずつ足すといいみたいです。ちょっとだけ振りかけてみました。スープからすっごい美味しそう。いただきます。普通に美味しい。こちらのラーメンって結構ドロドロなこってりなイメージがあったんですけど、すっごいあっさりしてます。そして赤い秘伝の粉がちょっと後味ピリッとさせてくれて、確かに入れすぎ注意な粉です。スープが豚骨臭さもなく、すっごいあっさりしてるので万人受けして食べられそうです。正直あんまり豚骨感ない気がします。豚骨ラーメンで比較してまたリピートするとしたら、やっぱり私は味仙ラーメンの方かな。ただ一蘭の方は濃厚さはないので万人受けして食べられそうです。なかなか行く機会はないんですけど、うちらのラーメン店舗で食べたいです。